エンポリ、に、に、ミラン、セリエ、A、第21節、イタリア、セリエ、A、第21節が現地時間の23日に行われ、日本代表、FW 本田圭佑が所属する、ミランは、アウェイでエンポリと対戦した。ミランは、今季2度目、4ヶ月ぶりとなる、2試合続けて同じ11人で試合に挑む。本田は、フィオレンティーナ戦と同じく右サイドハーフで先発出場を果たした。対戦相手のエンポリは、現在8位と躍進を続けている。開始早々の8分、ミランが幸先よく先制に成功する。アントネッリの、ヒードにバッカが抜け出すと、GK との1対1を制した。しかし、32分にエンポリが追いつく。元、ミランのサポナーラのアシストから、ジエリンスキが決めて、1、1でハーフタイムを迎える。ミランは、後半からアレックスに変えて、坂田を投入する。すると48分、ニアンからバッカ。ニアンと繋ぐと、DF のクリアボールがこぼれて、ボナベントゥーラが抜け出す。これを冷静に流し込んで、追加点を奪った。それでもミランは、リードを守りきることができない。プッチャレッピのシュートを一度は、GK ドンナルンマが引いたものの、36歳の FW マッカローネが詰めて同点に追いついた。勝ち越したいミランは、ニアンに変えてバロテッリを投入。86分には、ホンダはボアテングと途中交代を強いられる。ホンダは交代に怒り、負傷した頭の包帯を投げ捨てた。しかしながら、そのまま、試合は2、2で終了。両者、勝ち点1を分け合う結果となった。